はい、こんにちは、こんばんは、ゲーム動画でいこうです。もうランプは起きてるかな。ティダイファンタジー始めていきましょう。まだだよね。では開けますね。花山った。さあこれで、なるほど、庄司彩ブレンド S の吉川真冬か。クリスマス、あれ、私のことは遠慮せず花って呼んでください。日本の気候はギターにあんまり良くないみたいですよ。助かりました。すごいです、尊敬です、天才です、憧れます。行きましょう。これで300枚超えましたので召喚やります。朝は鍵の手入れをして、あとは召喚ってなんだ。クロスキャンはそんなに興味ないんで、クリスマスキャラクターピックアップ召喚ですね。ギリさん、アハゴン、ミキ、チアというわけで、そう、なかなか厳しいな。お、来た、84と84ですね。これはルキです。コミックガールズ、いや、しのぶか。あ、ダメだな、今回は。次回も頑張ります。また、いつでも来てくださいね。で、ボーナスポイントがつくのか。いいですね、ルキ。テスト、これから本番です。クリスマスイベント、シナリオクエスト後編です。理由は分かんないけど、いろんな動物が私に寄ってきてくれるんだ。ハッピー花子、8節にやり目合い、いいかしら。怒ってます。あら、ええ、ん、あ、クロモンが追っ払ってんだ。あ、クロモン破れた。
おうち重機で靴しかかりそうだな、強引に。ところでさ、見えた。喋るやから。そうね、戻ります。お、なんだろう。理由はわかんないけど、いろんな動物が私に寄ってきてくれるんだ。旧説。このままでいいでしょう。真冬かな。ことならマジかよ。くそ。何よそれ。そんなの。それはいいかしら。これにやめない。よっしゃ。そうね。セントラウド、ちょっとサポートします。今は我慢の時だね。カメさんになれ、カメさんになれ、カメさんになれ。まあ大丈夫でしょう、負けないから。ほら元気出るよ。しちゃうのか。勝っちゃったのかな。強い。理由はわかんないけど、いろんな動物が私に寄ってきてくれるんだ。固いつけ。これは土属性か。属性パーティーです。この3人だよな。こちら行きましょう。今日はみんなでお出かけだね。
ええ。そうなのか？よし、私も。しょぼー。怒ってる。つまりは。ねえねえ。怒んでる。そうなのか？優しい。おい！どこ行くんだ？光る。ちょ！おー、クリスマスツリーだ。はいはーい。いいな。ねえ。いやいや。そうよね。な。ぐへへ。ねえねえ。きれい。どういう動きになってんのかようわからん。どうしましょう。これ結局クロモと戦うのか。どうかな、ギガかな。アシスタントの経験を生かします。外周一色。どうぞ皆さん私を盾に。きっと大丈夫。守りもしっかりしなきゃ。使ってみましょう。こんなことでよければ。これ全滅しちゃうな。まだ早い。え？嘘。やるしかない。健康一滴。あー、これできないのか。じゃあこうしましょう。やってみよう。かなりの使い。私がやらなきゃ。私は足が速いから。いいな。ごめんなさい。ボスクラスか。それ一発で倒しちゃうけどね。あらら、こんなところで、なんかこう縦にもなるんだ。いい感じに。こっちもこうチェンジ。どっからでもかかってこい。ほら、手伝ってやるよ。とっておきの、したくないんで。仕方ないな。ほら、大丈夫だったろ。はーい。え？感謝するわ。ところでさ、そうね。ん？なんだよ。赤面。
そうね。いいな。お。制服とは違うけど、これはこれでおしゃれだよね。さあ、いたずら作戦ということで大詰めかな。こちらなんだけど、これは純粋に付き役でやった方がいい。魔兵行きましょう。気合い入れて稼ぐわよ。勝負の朝。雪。ん？だるま。また雪だるま。ちょっ、うん、あら、よっしゃ、どういう流れなんだ。滑りやすいから、ボス戦かなこれ、ひょっとして。相手してやる。なんでゾンビなんだ。ここまでです。リカバリーか。盾役、盾役だからこれでいいや。気になっちゃダメよ。ほらほら、頑張れ。何やってんだろう。気合を入れて、いざ。これでクリアした。単体攻撃しかできないのかな。何を弱気になってるの。一気に多分ボス戦だって言うんで慌てますね。そうでもなかった。無茶すんな。半分だけか。私の占いを信じて。おはようございます。えい。手前一丁。よし、ボス倒した。あとは片付けていくだけ。晴天を熟読してから出直してください。なんかあのゾンビ、もしかして一定ターン経ったら必殺を攻撃とか出るんだろうかな。理由はわかんないけど、いろんな動物が私に寄ってきてくれるんだ。さあ、12節、多分これがボス戦になるのかな。畳みかけていきましょう。キララ装備を見直す。魔法使いになってるね。
さあ、そして木にやってきた。そうですね。何が待ってる？クロモグガって落ちてきた。もう大変だな。だらしないわね。いいかしら。ぐへへ。花子だったんだ。なるほど、なんでぶつかったんかなと思った。花子だったんだ。かっこ激や。ボスはあれかな、多分。覚悟するです。ああ、そういうことか。きっと大丈夫。正しいやり方は当然自分にかけます。一つじゃない、サポートします。だな、リカバリーは。もう大丈夫です。これでどうです？今は我慢の時だね。守られてばっかじゃダメだよね。回復するのか。これはすごくすごいよ。あのね、私実はの。自身を回復。きっと大丈夫。一体倒した。これ不気味だな。やった。長いの使い。私がやらなきゃ。お父さんは足が速いから。あのね、私なるほど、それでしてるの。わらの傘張り技術には注目していたのよ。どういう経験は無駄じゃなかったんだね。みんなごめん。行きます。やってみよう。勝ちました。やりました。これボス戦かな、本当かな。クレイメイト5名の達成状況クリア。制服とは違うけど、これはこれでおしゃれだよね。13節、これがボス戦かな。これ光属性でいきましょう。しっかり倒していきます。
に任せちゃい、ね、気合を入れて、いざ。強いや、こいつら。恨みっこなしだからね。結構ダメージ与えますが。きっと大丈夫。容赦はしませんよ。この技で勝負だ。まず一体簡単に倒してきます。これでどうですか。ゼロ、うん、なんかダウンした。ここは我慢です。あ、やばい。投入しどきだ。皆さんよろしくお願いします。援護しますね。盾にしましょう。行くよ。ん？何これ、全然効かないやん。どうかな、効いたかな。これくらい。行くよ。みんなもお願い。嫌な予感がする。使ってみましょう。聞こうかな。こっちは聞いた。後ろの。さあ、あとはボスだけだ。きっと大丈夫。ほら、しっかりして。これを使えばいいんだよ。そんなに減らない。いいですね、この魔法属性は。そりゃとっておきの、やってみよう。いきます。はい、回復しろ。死にかけだ。私たちで頑張ろう。せーの、行きます。どうしよう。この、この、負けない。攻撃は最大の防御。まあ倒しきれない。どうかな、聞いたかな。私にどんと任せてよ。どうした、まだだ、もうちょっとだ。これは健康一滴。これで終わりかな。結構骨な、しぶといボスでしたね。どうぞ。カンナだ。ん？あ？
ほほう。クー、いいよね。ほんと。そうね。ちょっ！裏切り。しょうがないわね。そうよ。ええ。よっしゃ！そうね。どう？うわぁ！お、どうした？くつられてる。重そう。え？やったわ。私たちついてるね。うん、あ、ハッピーじゃん、ハッピー。なるほど。こっちの世界の動物もなでなでしてみたいな。仲良くなれるかな。14節。よっしゃ。ねえねえ、余裕余裕。いいね、すごい。それはさておき、死にました。ええ、うんうん。いいね。ねえ、これ。おい。いいんじゃない？え、そう。これでクリアですね。ということで、シナリオクエスト全クリアで収集クエストが解放されました。今年のクリスマスプレゼントは愛が欲しい。はい、というわけで、次回は収集クエストですね。シナリオクエストクリアいたしました。クリスマスらしい話だったんじゃないでしょうか。はい、よろしければチャンネル登録、高評価お願いします。ブログ、ツイッターやっております。説明欄にアドレス記載します。よろしければ見てください。この動画最後の20秒で関連動画、動画プレイリスト表示されます。お時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でイコでした。